2015年2月5日、中国市参考消息電子版は、BBC の報道を引用し、中国国内で、大気汚染物質 p m 2 5による健康被害が極めて深刻だと伝えた。危険度は喫煙よりも高いと警鐘を鳴らしている。BBC の同日の報道によると、13年は、中国31都市の約25万7000人の死亡に、 p m 2 5が影響を及ぼしたうち赤化層、災難調査成都南京武漢の6都市は平均すると10万人中114人以上が p m 2 5の影響で命を落としており状況はより深刻だ BBC は大気汚染が深刻なのに調査対象に含まれていない都市があると指摘し実際の影響はより大きいと伝えている 北京大学と合同で、この調査を行った環境保護団体、グリーンピースの関係者は、p m 2 5がもたらす影響は、喫煙よりも深刻だと指摘。中国政府が発表したデータによると、12年の喫煙による死亡率は0.07%で、p m 2 5よりも低い数値だった。このか、北京大学の関係者は、当初は、100以上の都市での調査を試みたが、 多くの都市で妨害を受けたため不完全なデータになってしまったとコメントスモッグや大気汚染がたびたび取り沙汰される北京よりもっと深刻な状況の都市は他にも多いとみられている中国では20余りの都市が大気汚染の改善に向けた計画を打ち出しており17年までにこれを実現するとしているしかし実現できたとしても 年間2万6,000人程度の改善にとどまるとの見方が強い。